初代小曲祭天活、1886年5月21日から1944年11月11日は、明治後半から昭和初期まで工業界で活動した記述史。東京、神田生まれ。小曲祭天11座のポスター左が、天活1895年、神田松富町の七夜の娘だったが家業が失敗。 門前中町の天ぷら屋に奉公人として務める。天主が、当時の一流奇術師、小曲祭天一だったことが縁で、器用さを見込まれ、弟子として採用された。後に、天一に目かけになるよう迫られ、自殺を図るも一命は取り留める。それからは、奇術を積極的に自分のものにすると決心し、目かけを宿命とし受け入れた。弟子七十人を数える。 天十一座で、スタートして、頭角を表し、天活と名乗って舞台へ出演した。日本人離れした大柄な体格と、キュートな美貌で人気を博し、数度にわたるアメリカ工業も成功させた。帰国後の公演では、スパンコールの衣装に、つけまつげ、という日本初の欧米風なマジックショーを披露。モダンさと、目新しさに、大衆は熱狂した。 1911年、27歳で独立。在院100名を超す、天勝一座を名乗り、座長に就任。一座のマネージャーを務めた、野呂達之助と結婚した。記述といえば、天勝という代名詞にもなったほどの知名度を誇り、キャラクター商品なども大ヒット。当時の得意芸は水芸だった。 人気と知名度にあやかった、偽物の天活一座も複数現れていた。1936年に引退後は、名の聖天活に二代目、天活の名を譲り、50歳を過ぎてから、スペイン語の学者、金沢一郎と出会い、一生を添い遂げた。母書は、台東区西徳寺。夫の母大寺である、万福寺にも分骨され墓が設けられている。 弟子に二代目、小極祭天下がいる。女流イリ女ニストである二代目、引田天皇の子、初代、引田天皇は、天活の弟弟子である、小極祭天陽の門下であり、遡れば、彼女もまた、小極祭はじめ門である。他にも、女優の桜六子も支持していた。喫出してあるように美貌の持ち主であり、当時の男性は虜になったと言わしめるほどであった。 様々な逸話も作られており、前歯にダイヤモンドの差し歯していた人魚の肉を食べていたという突飛なエピソードが作られたほどである。ありがとうございます。